やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。まずお知らせです。7月5日日曜日22時半からいつものように、ヤギ座の満月の会ライブを行う予定ですので、もしご都合合えばよろしくお願いいたします。私ラーメン大好きじゃないですか。下のちっちゃい息子が焼きそば大好きなんですよ。焼きそばが大好きで、毎日聞いてくるの。今日のご飯何？焼きそば？ってもうね、焼きそば一択しかないくらいの勢いで毎日同じように聞いてくるのね。で、焼きそばを週に1回くらい出してあげると、ねえ、焼きそばって本当に美味しいねって言いながら、ガーって食べてすっごい早くって、相当好きなんだなって思ってる玉木です。はい。今日は、よくわからないけれど占ってみたコーナーです。WTO 世界貿易機関だっけの事務局長に韓国の通商トップユ・ミョンヒ氏女性がね立候補したっていうことで、この方検日か日本が嫌いらしいです。ニュースを読みますね。これは日経かな。もうなんかテーマが日韓対立になってるもんね、分類が。韓国通商トップ WTO 事務局長選に立候補表明。はい。ユ・ミョンヒ通商交渉本部長は6月24日、世界貿易機関 WTO の事務局長選に立候補すると表明した。選出されれば初の女性事務局長となる。ユ氏は日本の対韓輸出管理の厳格化に反発しており、日本はどっちに輸出を厳格化してるんだ。韓国のを入れないよって言ってるのかな。日韓関係に影響を及ぼす可能性もある。ユ氏は2019年7月の日本の対韓輸出管理の厳格化に対して強く反発し、WTO 提訴などを主導してきた。これまで事務局長にもしもなったら、国益に役立つため最善を尽くすとも発言しており、仮に選出されれば日本への攻勢を強める懸念もある。で、現職のアゼベド氏は任期1年を残して5月に辞意を表明。6月8日に選挙の立候補の受付が始まった。現在までに有志を含めて5人が立候補しているとのことです。なので、もしユ・ミョンヒさんが当選したら、韓国自国のために最善を尽くすってもうなんか明言してるので、日本に対してなんか嫌がらせというか、今までしてきた、されてきたことの仕返しみたいなことをするんじゃないのっていうのを日本側は恐れているらしいですが、さあ、当選するのかどうかまず見てみますね。はい、ズバッと出ました。そうだなぁ。環境がジャッジメント、審判の逆なので、まずこの選挙の環境は彼女に味方してないかな。で、可能性にタワー崩壊が出たので、落選の可能性が大きい気がする。そして最終結論がフールの逆なので、これはね、どっか行ってしまうとか、無計画とか無知なんですね。なのでどうだろう、最後までこれ立候補を続けるかどうか、そこがまず怪しい。あとネガティブな感じだから当選はしないかなって思います、今のところ。でもそうね、対策とか注意点が女帝なので、女帝、これもしなれば女性初なんですよね。女性初みたいなの、女を売りにすると受かりやすいかもみたいな感じは出てる。なので、8割方しないかな。しない。フールの逆。で、女帝。では、ここからはもしもです。もしも。もしも、もしも、この有志が当選したら、WTO の事務局長にもしもなったら日本はどうなってしまうのかっていうところを占おうと思います。
はい、ズバッと出ました。もしもユ・ミョンヒさんが事務局長になったら、その瞬間はね、日本は節制を背景に釣り人なので、お金の流れ、心のエネルギーはちゃんと正常でスムーズで、それを背景にして釣り人なので、長期的な努力、計画、そういうものをしているっていう状況で、顕在意識、表面に現れる意識は鳳凰の逆なので、孤立するとか協力者がいなくなったとか、なんかそういう感じですね。で、潜在意識はフールの逆なので、無知無計画、大丈夫かしらこの方みたいな意識かな。でもこの方がもし事務局長になって、近い将来は運命の輪なので、一時的な幸運みたいなのはありそうなんですね。なんだろう。で、日本の立場がどうなるかというと、パワーの逆、必要とされる崩壊を背景にして、恋人の逆なので、グループが分かれてしまうとか、人間関係が悪い、国の間の関係が悪い、そういう立場になってしまう。で、韓国側が日本に対してどう思っているかというと、死神なんですね。そのままです。はい。で、日本の可能性としては太陽なので、もう韓国のことはもうスルーして明るい未来みたいな、そういう感じにも持っていく可能性が、持っていける可能性、能力持っているんだけれど、最終結論が世界の逆なので、何かこう、目標とか志が達成できない、何かこう中途半端に終わってしまうとか、邪魔されてうまくいかないとか、何か未完成みたいな状態になりそう。良くないね、これは。どうしたらいいか、マジシャンなんですよ。マジシャンはね、コミュニケーションをよく取りなさいとか、周りの国とかね、あと新しいものを作るとか想像する。だからこの韓国抜きでも、対外国、外国に対して、他の国に対して何かこう輸出できるような新しいアイデア、新しいアイデアとか新しい製品とか商品、そういうものをどん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 作っていきなさい。そうしないとちょっと大変よっていうのが出てますね。はい。なのでこの方が事務局長になると、日本は大変そう、世界の逆、大変、目標達成できず、どうしたらいいかがマジシャン、交渉能力を高めるとか、何かものを新しく作る、そういう感じですね。はい、以上、 WTO 世界貿易機関事務局長に韓国通商トップユ・ミョンヒ氏が事務局長になったらどうなるかでした。はい、いくよ。玉木じゃんけん、じゃんけんぽい。チョキなので、グーの人の勝ちです。じゃあね、バイバーイ。